ガストンはアメリカ合衆国オレゴン州ワシントン郡にあるし、2000年における市の人口は600人、2006年の推定人口は630人である。ガストンコミュニティ協会ヨーロッパの移住者が到着する1880年代以前に、ガストン地域に先住していた先住民に関してはあまり解明されていない。わずかな証拠から判明していることによれば、 この地域の先住民は太平洋岸北西部で生活していた他の部族と似た生活を送っていたようである。近郊のチェリーグローブには数点のペトログリフが見つかっており、これらはカラプヤ族系に属するアトファラティ族によるものであるとされている。北、アメリカで生活を営んでいた他の多くの先住部族と同じくヨーロッパ人の移住により天然痘、マラリア、 インフルエンザをはじめとするヨーロッパ由来の疾病で先住民人口の90%が命を落としたと考えられている。学校、編集1860年代記録に残っているガストン地域の人口はおよそ70人であった。人口は少なかったが、1866年にガストンに最初の学校が設立された。1870年には、 旧ハイウェイ47号線と新ハイウェイ47号線を結ぶ道路の近くに新しい学校が建てられた。当初、生徒は1年に3ヶ月から6ヶ月を学校に通っていたが、通学期間はその後になって9ヶ月に拡大された。1871年、多くの人々が駅馬車に乗ってこの地に移住するようになり、新しい鉄道路線を見込んで、市名の由来にもなった。 鉄道開発業者のジョセフ・ガストンは街の端に学校用の土地0.01平方キロメートルを確保した。鉄道、編集1870年代の初め、ワシントン郡における馬車と鉄道の交通網は急速な拡大を遂げていた。1872年、パットン渓谷を走っていたポートランドイコール西洋ゼフ線の駅の一つが正式にガストンと命名された。 鉄道駅も置かれ、さらに多くの人々が移住し、1873年には郵便局がこの町に開局した。同年、最初の教会であるガストン改修派教会が建設された。1880年代に入ると、ジョセフ・ガストーンは農地開発のために鉄道駅近隣の渓谷に位置していたワパトコを干からびさせてしまった。ワパトは、 現地に潜入していた部族の言語に由来する言葉で、水地で成長する、澱粉質の根菜を指している。この根菜は、現地英語で、ウォーターポテトと呼ばれるクズーコンと関係がある。1911年、製材所建設のために、近郊のチェリーグローブに視線が通ると、ガストンの地域経済は大きく活性化された。しかし1913年、 材木の市場が下落すると製材所は閉鎖された。この閉鎖にもかかわらず、1916年までにガストンに新銀行をはじめ、j h ウェスコットサンズジェネラルマーチャンダイズ社、ベルオーエンズジェネラルマーチャンダイズカンパニー社、新しい高校、編集1915年、かつてジョセフ・ガストンが学校用に確保していた土地に高校が建設された。この高校は、 廃校となる1986年度まで使用された。この高校の廃校は地元では大問題に発展し、近隣の学区に編入するか、それとも新しい高校を設立するかで住民の間で論争が巻き起こった。結局、新しい高校が建設され、ガストンは独自のインデペンデントスクールを保持することとなった。現在、ガストン公立学区は小学校から高校までを、 要する学区として、2007年現在、総勢525人の生徒が学んでいる。現代の拡大、編集ポートランド市や太平洋岸北西部全般の人気が高まってきたことで、ポートランド周辺の人口は増加の一途をたどっている。ポートランドの恩恵を大きく受けるには遠すぎる位置に、あるが、近年ガストンにも新しい家が建ったり、 入学手続きの増加が見られるようになり始めた。1980年代後期には新しい消防署が設立し、1990年代には野球やサッカーをすることができる公園も開園した。2000年になると新しい郵便局が街の端に建設された。現時点でガストンは国内外で評価を高めつつある現地のワイン産業に効率的な投資をできないでいた。 2006年市長選で候補者がメインストリート沿いの商業地の再活性化に州政府や連邦政府の補助金を獲得することを主張した。これが達成すれば観光を中心としたワイン産業への投資を行うことができるのではないかと期待されている。ガストンは北緯45度26分11秒整形123度8分29秒。 北45.43639度整形123.14139度、45.43639-123.14139に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市の総面積は0.6平方キロメートルで、そのすべてが陸地である。ハイウェイ47号線沿いのセンターモール以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 人種別人口構成年齢別人口構成世帯と家族収入と家計。ありがとうございます。